海 -86D セーバー飛行する海 -86D-35 が51から8437号機海 -86D セーバーはアメリカ合衆国のノースアメリカン社が開発しアメリカ空軍などで運用されたジェット戦闘機主に全天候擁撃機として運用された D 型の他に改良された G 型、K 型、L 型がある 回マイナス86の1形式であるため公式の相性は原型機と同じくセーバーであるが他の形式と異なる独特な騎士形状と形式の D をかけてセーバードッグとも呼ばれた。冷戦が始まるとアメリカでは脅威を増しつつあったソ連の爆撃機に対抗できる溶撃機を短期間かつ大量に製造する必要に迫られた。 これに応じる形で1949年3月28日にナマイス1 6 4として自主開発が開始された本機は、イマナス -86A をベースにしたことでわずか9か月足らずで初飛行に成功したが、大幅な設計変更で外見から性能まで異なる機体であり、部品の共通率も25%に止まった。このため当初は、 ユーフ -95A という名称で発注されたが、朝鮮戦争による財政悪化のため、海 -86 の派生型という名目で予算を確保し、採用に至る。1951年に初めてアメリカ空軍に配備され、1954年半ばには、防空軍団所属の総機数1045機のうち1026機を占めるに至った。また、これとは別に、 能力低下が高いマイナス86系が、ナト o 諸国で使用された。本機は、より高性能の溶下機器が登場してからは、余剰機が他国へ広く輸出されたが、1970年代初頭までには、おおむね退役している。大きな特徴は、全天候型レーダーと連動する E-4、FCS を備えたために飛び出して、花のように見えるレドームである。設計当初は、 レーダー操作員を同乗させる、福崎として計画されていたが、機体性能の低下に加えて、燃料容量が減少してしまうことから断念し、レーダー搭載ジェット戦闘機としては、初の短機となった。このため自動化された、迎撃用 FCS を新開発し搭載することとなり、これが E-4 となった。E-4 は、当時最先端の電子機器であったが、当初は開発遅延と、 品質管理上の問題がつきまとい、複雑な構造ゆえに整備も難しかった。また、操縦の負担軽減のためエンジンの自動燃料、コントロールシステムが搭載されたが、こちらも当初は故障が多く、収益して数ヶ月の間には自動燃料コントロールシステムの不調が原因によるエンジン停止や火災事故が多発した。視界不良でも飛ばなければならない。 全天候戦闘機であることに加え、信頼性の低い自動化システムは常に監視の必要があったため、レーダースコープを見ながらの戦闘飛行はほぼ常に外を見る余裕のない景気飛行となった。このような事情から操縦とレーダー操作を同時に行うパイロットの負担は大きく、手が3本必要とも言われた。アメリカ空軍でも B-47 を含むどんな機種と比べても、 飛行訓練に時間がかかることを認めざるを得なかった。さらに、生産途上で様々な改良を受けたことで、製造ブロックごとに整備方法が異なった機体が、運用され、回収されるたびに、整備の負担が増すという事態となった。運用上の問題点を解決するため、1954年3月には、プロジェクトプルアウトという根本的な回収作業を、 1> 約1125機に対して実施したが、その後も整備の困難さは依然として付きまとった。機体面ではエンジンにアフターバーナーが追加されたほか、全誘導式水平尾翼やドラッグシュートも装備している。これによってさらなる高速化を果たし、当時の全天候戦闘機の中では随一の性能を誇った。胴体下部には唯一の並走である、 マーク4ファーマイティマウス24連式空対空ロケット弾を装填する引き込み式ロケットパックが設置されている。マイティマウスは時期と高速で交差する爆撃機の撃墜を目的とし、機体の FCS が計算した唯一のタイミングに一斉発射される。空対空ミサイルが未発達だった当時は最も強力な空対空兵装であり、本機は機銃を廃止して、 ロケット弾のみを主兵装とした最初の戦闘機となった。ただ、ロケットパック展開時は抵抗増大による機種下げモーメントが発生するため、自動的に水平尾翼が上げ火事になることで機種が上向きに補正されるようになっている。本機は速度記録を2回樹立している。まず1952年11月19日にアメリカ空軍のジェイスレードナッシュ隊員が 時速 1124.14km を達成した。翌年7月16日には同じくアメリカ空軍のウィリアム・カイ・バーンズ中佐ーーが時速 1151.8km を達成し記録を更新した。いずれもカリフォルニア州のソルトン古上空で記録されたもので高温の環境と高気圧が記録達成に有利に働いたという。 ドイツ空軍の海マイナス86軽減切りリスト。ありがとうございます。